皆さんおはようございます。土着園芸の鈴木です。本日は、1月のすごい寒い時期の、店舗の状態を紹介させていただきたいと思います。それではこちらです。先日もですね、大寒波が来た後、あの時はすごかったですね。氷が5センチぐらい張ってましたのでね、今日は比較的冷え込みが、それほどでもなくて、まあ、表面に薄氷張ってる状態ですね。ハスはもちろんこの通り完全に枯れておりますが、こちらの石章はこのように常緑ですね、はい、これは寄付入り石章ですね。表面はこのように凍ってますね、はい、ただ斑入り石章はこのようにずっと葉っぱが残ります。で、水中の中ではですね、いててしまってる部分はウォーターバクパー凍ってな、溶けかけてるんですけど、このように水中の中で赤くなったウォーターバクパーが、氷の下でずっと葉っぱが出ている状況ですね。非常に寒さに強いですね。ウォーターバクパー凍らなければ、表面が氷張ってるぐらいだったら普通に葉っぱが残ります。こちらはですね、冬眠生活用の水草が浮いてある場所ですね。氷張ったり、先週の大寒波で5センチぐらい氷張ってた時も、外にありましたが、このようにずっと葉っぱが残っている状態ですね。こちらも石章類は大丈夫で、長葉もだかも水中の中で緑が残っています。これはリシマキアですかね、水中の中ではこのようにグリーンが残ります。このような感じでアンペライも葉っぱがずっと残ってますね。まあ、ハスはこの通りです。そしてこちら行くと、これはシュロガヤ釣りですね。シュロガヤ釣りも結構葉っぱが残ってますし、これはここもウォーターバコパと石章ですね。ウォーターバコパはさすがに上のこう凍結してしまったところは溶けかかってますね。で、こちらが、水中水草類、これもさすがに、凍ってはいますが、このようにね、水中の中の水草は氷の下でもこのように今もグリーンが残ってるような状態ですね、はい、こういうのがメダカの隠れ場所にいいですね。で、こちらが水槽の状態です。非常に寒く、この間もね、ここもかなり氷が張っておりましたが、未だにこういう状態ですね。これはウォーターバコパがね、非常に綺麗な色ですね。これ、赤紫色とでも言うんでしょうか。エキノドロスも、葉っぱが残ってる状態ですね。で、この辺マリモはもちろん残ってるんですけど、アナカリスは半分溶けかかってますね。ブロッソスティグマも水中の中では一応かろうじてグリーンが残ってます。ナンキュラスももうちょっとダメですかね。奥の方で見えてるのは長葉もだかです。長葉もだかが一番ね、こう隠れる場所にぴったりですかね。こちらは軒下の状況ですね。軒下っていうか、建物と建物の間でちょっと寒さが和らぐ状況ですね。意外とこのコロラドですかね、冬も寒さの和らぐ場所ではこのような感じでずっと葉っぱが残ってるという不思議な温帯スイレンです。通常はこんなことにはなりません。で、こちらがアンペライと、石章ですね。で、ここも奥の方では長葉もだか、主だかが、葉っぱが残ってます。おそらくメダカがいればこの葉っぱの影とかにずっとじっとしてるんだと思います。
ね。